おはようございます。世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日もハワイからこのお話をしたいというふうに思います。今日の聖書の箇所は、神にとって不可能なことは一つもありませんというこの箇所です。私たちはですね、海外において個人の働きをしております。しかしある時、神様が預言を通して日本においても個人の働きをしなさいと、このように語られました。そしてですね、個人の働きをしてくださいというふうに個人の担当者たちにこう私は述べたわけですが、意外な返答がやってきました。それは個人の方々が連名で書いてきたんですが、個人を日本で建てるのは不可能です。お金が足りませんし、社会福祉法人も取れません。他の個人を助けることはできます。しかし個人の働きは不可能です、こう言ってきたのです。しかし神が言われたことは神がなさいます。神は不可能はないからです。そして私たちはですね、その中で信仰の踏み込みをし、個人の働きを立てるために献金の要請をし、祈りを始めました。その時、大変な奇跡が起こってきました。それは世界的な大企業が私たちを助けてくださるというのです。そして半額出してくださるということでした。で、私たちは喜びました。ああ、これで助かったと、こういうふうに思ったのです。半額出していただければ、これはですね、私たちにとって目標は非常に近いことになりますし、またその大企業の方が気を変えれば全額も出してくださる可能性があったからです。しかしある時、風向きが変わりました。突然メールを通して連絡があったのです。重荷がありません。私たちの目の前は真っ暗になってしまいました。そして一体どうなるのかと、このように思ったのです。その時、聖霊様が言われたんですね。何と言われたのかっていうと、あなたは神に頼らず人に頼りましたね、こう言われたんです。そして神に頼りなさい、神が技をなさいます。それでは私たちは悔い改め、そしてですね、神に求め、神に願ったのです。そうしましたら、神はいろいろなところから助けを与えてくださり、それでまさにそのファミリーホームの働きを立て上げ、さらにそれを成就されました。私たちはその中で、神は不可能なことはないというこの具体的な現れを体験しました。神に栄光を期します。どうもありがとうございました。